こんにちは。今日はパワー半導体の IPM を手に入れたので使いながら色々解説していきます。こちらがその IPM です。この小さいパッケージの中に複数のパワー半導体とそのドライブに必要なものが全て入っているインテリジェントなパワーモジュールが IPM です。詳しいことは後で解説しますが中身にはこんな回路が入っています。インバーターとそのドライブ回路ですね。 IPM を使わない場合はこういったパワーモジュールやそのドライブ回路を使ってインバータを作るのですが IPM を使うとこういった周辺回路の設計がほとんどなくなるため結構簡単にインバータを作れるようになります今日は IPM を使ってインバータを自作してモーターを回してみる動画ですそして実際どれくらい簡単に IPM を使えるのかというのを見ていきますその前に今日のスポンサーの JLCPCB の紹介ですどうぞ プリント基板を安く作るのなら JLCPCB が結構おすすめです最近ですね特に多層基板の製造を頑張っていて皆さんにも是非6層基板を使ってほしいということですやはり中国で非常に大規模で作っているので非常に安いです6層 100×100mm 基板で5枚60ドル最近高密度設計で必須となるパッドオンビアを無料で使えるようになりました6層基板用のクーポンも配布しているので皆さんも是非いろいろ試してみてください まず IPM 自体が一体どこで使われているのかというのを解説します基本的にはインバータの回路で使われますこの部分がインバータの主回路です6個のパワー半導体で構成されていますインバータの主回路はこのようなディスクリートパワー半導体であったりあとはインテリジェントではない通常のパワーモジュールを使って作ることもあります応用先によってどのパッケージや部品を使うかは結構変わってきます こちらの IPM なんですけども、インバーターの主回路、そしてゲートドライブ回路が一体になったものです。インバーターの主回路をモーターに接続して、そしてインバーターから適切な電圧を出すと、モーターは回転します。こういった IPM を使ったインバーターはどこに使われているかというと、家庭用ですと、例えばエアコンであったり、冷蔵庫、洗濯機なんかに使われています。エアコンの場合ですと、室外機のファンやコンプレッサーを回すモーターのインバーターとして IPM が使われています。 洗濯機の場合ですと洗濯槽のモーターを回すためのインバーターに IPM が使われているということです。とにかくモーターを回すところに IPM が使われていることが多いです。 ここからは IPM の中身がどうなっているかをもう少しだけ詳しく見ていくのですが、その前に外観の話を少しだけしていきます。実は IPM にもパッケージ違いで色々と種類があります。今回は富士電機の P633A シリーズというスモール IPM を使っています。形状としては IC のような見た目をしていて、IPM としては小型のものです。その分扱える電力も小さくなっています。 スペック的には 650V10A なので家庭用エアコンのコンプレッサーモーターぐらいに使うものです。富士電機のウェブページを見てみると通常の IPM もあります。このようなパッケージの IPM は定格電力がもう少し大きくなってくるところに使います。例えば業務用エアコンであったり産業用インバーターであったりそのあたりです。色い々ろいろなパッケージがあるのですが IPM としての役割であったり動作は同じです。 次は IPM の中身をもう少し詳しく見ていきます実際の IPM の中身はこのようになっています先ほどから何回も出ているパッケージの中にこの回路が入っていますまずパワー半導体が中に入っているんですね今日使う IPM は IGBT を使っていますその左側には IGBT を使うためのドライブ回路がありますなので IGBT をドライブするための外部回路を用意せずにパワー半導体をドライブできてしまうんです 実際にはここにですね、入力の信号が入っていくわけなんですけども、それでもマイコンから出ている信号を直接入力できます。さらに大体の IPM はこのドライブ回路のところに保護回路が入っていて、パワー半導体に過電流が流れた時に、過電流を遮断するような保護が働きます。実際にはこのような電流を検出するための回路をつける必要はあります。 こういった機能は IPM を使わない場合、パワーモジュールであったりディスクリートのパワー半導体を使う場合は周辺回路として設計する必要がありますが IPM の場合は最初から全部入っています。これはインバータを設計する人にとってはメリットが大きく、パワー半導体を使うため、そして保護するための周辺回路の設計が少なくなります。設計工数削減であったり回路規模の削減ができるわけです。そういったメリットが IPM を使うことにあるわけですね。 ここまで IPM について見てきましたが、通常のパワー半導体と IPM の違いについて見ていきます。よくあるパワー半導体はこういったディスクリートタイプのものです。回路的にはこの中に IGBT であったり、MOSFET であったり、そういったパワー半導体が一つだけ入っているものです。このようなディスクリートタイプのパワー半導体を使うには、パワー半導体をドライブするための回路を別途用意する必要があります。1個のディスクリートパワー半導体につき1つ用意するんですね。 次はパワーモジュールです。実は IPM もパワーモジュールとして分類されています。ですが、ここで言うパワーモジュールは、インテリジェントの部分が入っていないパワーモジュールのことです。パワーモジュールなんですけども、通常はこういったパッケージに入っています。この中にパワー半導体が複数個入っていて、特定の用途に合うような接続をこの中でしています。 例えばこちらのパワーモジュールは 2in1 タイプと呼ばれるものでこのような接続になっていますこちらのスイッチは IGBT ですこれを1つだけ使う場合はこのようなチョッパー回路になりますし2つ使えば単層インバーターになりますさらに3つ使うと3層インバーターとして使えるわけです ただ3層インバータを作るために 2-in-1 パッケージを3つ使う必要はなくて最初から6個のパワー半導体が3層インバータの形になるように内部で接続されている 6-in-1 パッケージなんていうものもあります。 ただこちらのパワーモジュールについてもディスクリートタイプのパワー半導体と同じくパワー半導体をドライブするための回路が別途必要になります以前作った動画ではパワーモジュールを3つ使って3層インバーターを作りましたインバーターをドライブするための回路も一緒に作ったのですがこのように回路規模はかなり大きくなってしまいますまたコスト的にもちょっと高くなってしまいますね IPM はこういったドライブ回路をあらかじめ内蔵しているので簡単に使えるというのがメリットです ここまで聞いていると IPM はメリットだらけなんですけどもデメリットもあります。それは何かというとディスクリートパワー半導体だったり通常のパワーモジュールほどの柔軟性はないということです。例えばディスクリートのパワー半導体は直列接続や並列接続をすることで耐圧や電流容量を増やすことができます。 IPM の場合ですと直列接続や並列接続にすることは基本的にはできませんというのもドライブ回路や保護回路がそれぞれの IPM の中に入っているので並列や直列で動作させるとスイッチングのズレや保護のタイミングがずれて特定の IPM にだけ電流や電圧が集中して壊れることがあるからですなのでこのような直並列の接続をするということはしなくて用途に合わせて各社が出している IPM の中から適切なものを選んでいく とということをしますまた IPM 内部のドライブ回路の特性を変えることは基本的にはできませんなので IPM 以外のパワー半導体を使っていた時にできていたスイッチチンンググ速度を調整すするることによる細かかななななューニングなんかはできなくなってしまいまいこういったデメリットはあるんですけどもそれを上回るだけのメリットがこの IPM にはあるので IPM が使われ続けているということですね 実際に IPM を使って3層インバーターを作りました。今回はこんな感じで回路を作りました。裏面に IPM がある構成です。ちなみにプリント基板は GLC-PCB で作りました。 IPM 以外にも周辺回路で部品が少し必要になってくるのですが、そこら辺の部品はいつも通りデジキーで購入しました。基本的にはデータシートやアプリケーションノートに載っている回路そのままで動作します。レイアウトや配線の引き方もアプリケーションノートをほとんどそのまま真似ています。 以前作った3層インバーターと比べるとスペックや使っている部品は何から何まで違うので単純な比較はできないのですがかなりコンパクトに3層インバーターを作ることができました今回使っている IPM はマイコンからの信号をレベル変換とかする必要なしにそのまま入力できるようになっていますなのでこちらの基板でもそのようにしています もし IPM が壊れた時にマイコンの方まで巻き込んで壊したくない場合はこの部分にフォトカプラーを使って信号を絶縁すると良いでしょう実際に IPM を使う場合はこちらの IPM に放熱面があるのですがこの部分をヒートシンクと接触させて熱を逃がすように使います それでは早速 IPM を使った3層インバータを使ってモーターを回していきます IPM に接続するコントローラーは以前 KQ ドレミファインバータの時に使ったものを再利用します今回電源電圧は直流 200V にします直流 200V で感電するとただじゃ済まないのでこういう風に絶縁手袋をつけていつもよりかは少し慎重にやっていきますではやっていきます電源入れて はい、とりあえず何も起こらないですねこれを回していくととりあえず動きましたねではちゃんと回していきます えー、ちゃんと回っていますね。良さそうです。さすがに電圧がですね、100V を超えてくると結構回すときもヒヤヒヤしてきますね。今はドレミファインバーターの制御をしていたので加速するときにモーターからテレレレ,レーンって感じで音が鳴っていましたが、最近の電車は加速減速するときにこういった特徴的な音はほとんど鳴りません。それはなんでかっていうとそういうふうにインバーターを制御しているからです。 具体的にどうしているかというとスイッチング周波数を数数をから十ままで高くしていますこちらの IPM を使ったインバータでもこのコントローラーの制御を変えることでモーターから音を出さないようにすることもできます。 それを実際にやってみます。やり方は簡単で、このコントローラーに書き込むコードを変えるだけです。なので、今現在走っている電車とか新幹線も、プログラムを変えるだけで、実はドレミファインバーターのような音を出すことができます。なんですけども、実際にはそういうことはやらないわけです。先ほどと同じようにやっていきます。電源を入れて、そして、ここのダイヤルを回すと。はい。 先ほどと全く違いますね。ちょっとキーンという音が耳に触るかと思うんですけども、こんな感じです。 こんな感じで結構耳障りな音なんですけども、実際の鉄道なんかで使う場合は、もうちょっと耳障りな音を外してですね、使います。あとは家庭用のエアコンであったり、洗濯機、冷蔵庫、そういったところで使う場合もですね、人間の耳で聞こえる音の範囲外でスイッチング周波数を設定することが多いです。 というわけで今日は IPM についてその概要から中身の構造通常のパワー半導体やパワーモジュールとの違いを解説してきてそして実際に IPM を使ってインバーターの回路を作成しモーターを回してきました IPM はパワー半導体ドライブ回路そして保護回路が1つにまとまっているので簡単にインバーターを作れる便利なモジュールです IPM はディスクリートパワー半導体や通常のパワーモジュールと比べて柔軟性に欠ける部分はあるのですがそれ以上に簡単に使えることのメリットが大きく多くの家庭用そして産業用機器で使われている理由が理解できたかと思います実際に IPM を使って3層インバーターを作りましたが部品点数を大幅に減らすことができて回路規模もかなりコンパクトにまとめることができましたかなり便利なモジュールかと思いますので 皆さんもインバータを作る時はというわけでもしこの動画が役に立ちましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします何か気になることがありましたら是非コメントもしてみてくださいそれでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました プリント基板を安く作るのなら JLCPCB が結構おす,すめです最近ですね特に多層基板の製造を頑張っていて皆さんにも是非6層基板を使ってほしいということですやはり中国で非常に大規模で作っているので非常に安いです6層 100×100mm 基板で5枚60ドル最近高密度設計で必須となるパッドオンビアを無料で使えるようになりました6層基板用のクーポンも配布しているので皆さんも是非いろいろ試してみてください 一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です詳しくは概要欄から